四、申請手続き。なお申請手続きは、現時点で想定している内容であり。今後変更となる場合があります。申請に必要な書類や提出方法は、事務局が公表する申請の手引きを必ずご確認ください。事業全体の申請手続きの流れについて説明します。本事業では。 工事施工業者や住宅販売事業者など住宅事業者に申請手続きを行っていただきます住宅取得者等は本事業の共同事業者として住宅事業者が行うすべての申請手続きに協力していただきます補助金は申請を行った住宅事業者に交付されますが その全額を住宅事業者から事務局への申請手続きはすべてオンラインで行っていただきます次に申請タイプに応じた基本的な申請の流れについて説明しますまず注文住宅の新築の場合です本事業では 令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手する住宅が補助対象となりますまた交付申請までに事業者登録を実施する必要があります建築工事着工後丸 ② ダッシュの通り補助金の予約申請が可能となりますこの予約申請は任意の手続きであり 必須の手続きではありません工事出来高を確認し補助額以上の工事が完了した後に丸 ② の通り交付申請が可能となりますその後所定の手続きを経て補助金が交付されます交付された補助金は工事代金への充当などの方法により建築主に還元していただきます 住宅全体の工事完了後に、丸四の通り、事務局への完了報告が必要となりますので。忘れずに手続きをお願いします。次に、新築分譲住宅の購入の場合の申請の流れについて説明します。注文住宅の場合と同様に、令和五年十一月二日以降に。 基礎工事より後の工程の工事に着手する住宅が補助対象となります。また、交付申請までに事業者登録を実施する必要があります。建築工事の着工及び売買契約の締結後に、丸2ダッシュの通り補助金の予約申請が可能となります。この予約申請は任意の手続きであり、必須の手続きではありません。 工事出来高を確認し補助額以上の工事が完了した後に丸二の通り交付申請が可能となりますその後所定の手続きを経て補助金が交付されます交付された補助金は販売代金への充当などの方法により購入者に還元していただきます住宅全体の工事完了後に 丸四の通り、事務局への完了報告が必要となりますので、忘れずに手続きをお願いします。次に、リフォームの場合の申請の流れについて説明します。リフォーム工事は、令和五年十一月二日以降に着手した工事が補助対象となります。また、交付申請までに事業者登録を実施する必要があります。 子どもエコスマイ支援事業の登録事業者による場合については後ほどのスライドにて説明します工事着手後に丸るダッシュの通り補助金の予約申請が可能となりますこの予約申請は任意の手続きであり必須の手続きではありません新築の場合と異なりすべての工事が完了した後に 丸二の通り交付申請が可能となりますその後、所定の手続きを経て補助金が交付されます交付された補助金は工事発注者に還元していただきます補助金交付に必要となる手続きのうち特に説明を要するものについて説明します事業者登録は 事務局のホームページにおいて令和6年1月17日に受付を開始しました子どもエコ住まい支援事業の登録事業者は反対の意思表示がなされた場合を除き本事業の事業者登録の希望を有することを表明したものとみなし通常よりも簡易に登録が可能となります事業者登録は 事業者単位で登録を受け付けますつまり一法人または一個人事業主で複数の登録は受け付けません主な登録事項は表に記載の通りです共同事業実施規約について説明します本事業の補助事業者となる工事施工業者住宅販売事業者と 共同事業者となる住宅取得者等との間で共同事業実施規約を締結し交付申請時に提出していただきます主な内容としては協力して補助事業を実施すること補助金の受け取り方法補助事業実施上の遵守事項を遵守することなどについて両者で確認していただくものとなります 交付申請の予約について説明します。新築・リフォームともに、工事着手後に任意の予約申請が可能となります。予約によって補助金が一定期間確保されます。ただし、予約申請後3ヶ月以内に交付申請がなかった場合、その予約は取り消されます。 予約を行っただけでは交付申請を行ったことにはなりませんので、注意してください。なお、予約の有効期限について、リフォーム一括申請は9ヶ月以内としており、子どもエコスマイ支援事業の6ヶ月から変更されています。事務局は予約申請と交付申請の情報に基づき、必要な補助金額を把握・管理します。 もし期限前に予算上限に達した場合は、予約申請・交付申請の受付を終了します。交付申請時の工事出来高の確認について説明します。注文住宅の新築及び新築分譲住宅の購入の場合は、工事全体の完了前であっても、 補助額以上の工事出来高への到達が確認できた時点で、補助金の交付を可能とします。工事の状況について建築士が確認を行った上で、出来高確認書を作成し、交付申請時に提出していただきます。出来高確認書は、工事写真等を含むもので、指定する様式で作成いただきます。丸一の通り。 基礎工事が完了していること、または2のとおり、建築士が確認した工事出来高の割合を用いて計算した結果、補助額以上の工事が完了していることが確認できた場合に、補助額以上の工事が完了しているものとみなします。申請期限等について説明しまます。まず、注文住宅の新築、 新築分譲住宅の購入の場合ですスライドに記載の通り令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程に着手し期限内に交付申請、完了報告等の必要な手続きを行うことができるものが対象となりますまた事業者登録は令和6年1月17日に受付を開始しました 子どもエコ住まい支援事業の登録事業者の取り扱いは、前に説明したとおりです。申請受付は、予算が上限に達し次第終了し、予約申請は遅くとも令和6年11月30日まで、交付申請は遅くとも令和6年12月31日までとなります。申請される事業者は、お早めの申請をお勧めします。 予約申請・交付申請の締め切りは予算の執行状況に応じて公表します次にリフォームの場合ですスライドに記載の通り令和5年11月2日以降に工事に着手し期限内に交付申請等の必要な手続きを行うことができるものが対象となりますまた事業者登録は 令和6年1月17日に受付を開始しました子どもエコスマイ支援事業の登録事業者の取扱いは前に説明した通りです申請受付は予算が上限に達し次第終了し予約申請は遅くとも令和6年11月30日まで交付申請は遅くとも令和6年12月31日までに行う必要があります 予約申請、交付申請の締め切りは、予算の執行状況に応じて公表します。今後の予定について説明します。事業者登録の受付は、令和六年一月十七日から。令和六年十二月三十一日です。対象となる建材設備の公募の受付は。令和六年二月一日から。 令和六年十一月三十日までです。また、申請期間は令和六年三月二十九日から令和六年十二月三十一日までです。ただし、いずれの期間も予算上限に達した場合は、これよりも早く受付を終了しますので、ご注意ください。ご不明な点があれば。 子育てエコホーム支援事業お問い合わせ相談窓口にお問い合わせくださいまた子育てエコホーム支援事業のホームページにも資料を掲載していますのでご参照ください子育てエコホーム支援事業に関する本体資料の説明は以上です必要に応じて参考資料についてもご確認ください本編の説明は以上となります